お客様、お部屋のお掃除にこの進化したちりとりを使ってみてください。というのも、今までちりとりっていうと、ほらほら取っ手を持って腰曲げて、これがまた結構大変なんです。ところがこのスライサーちりとりは腰を曲げる必要がないんです。この裏面に吸盤が2つついてます。皆様のお好きな部屋の隅っこにこうやってピタッセットするだけなんです。例えばですよ、こうやってモップで掃除をしていて、シートでは取れないゴミってありますよね。それこそほら、飴玉の袋とか野菜くずとか。でもお客様、いちいちしゃがんで拾ってゴミ箱に捨てるのって、これものすごくめんどくさい。でもこのスライサーちりとりがあれば、ご覧ください、大きなゴミもこうしてちりとりの前まで持って行って、あとは行きますよ、ズボッ、先端を差し込んでいただければ、大きなゴミ簡単に捨てることができちゃうんです。またご覧ください、こういう細かなホコリやゴミを掃除していると、どうしてもシートについちゃうんですが、でも大丈夫です。この中でゴシ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 ってこのメッシュでこすっていただくと、ご覧ください、ちゃんと下へ落としてくれるというわけなんです。これちょっとしたことですけど、使ってみると全然効率が違うんです。ちなみにご覧ください、こちらに溜まったゴミやホコリもいきますよ、ゴミ箱の上で片手でパパパパパ捨てていただければ、まあゴミ捨ても簡単でとっても便利。そして使い終わったら、こうして立てかけといてみてください。とってもスリムですから、ほら場所も取りません。でもこれ便利でしょう、あるとないとじゃ大違いですよ。このスライサーちりとりを使って、もっともっと掃除を楽してください。